川上哲春は本塁打9本で本塁打王になったことがある。川上哲春は日本で初めて弾丸ライナーを打った。川上哲春は2000本安打を初めて達成し、さらに最速記録である。川上哲春は監督として大沢春や長島茂雄を率いて V9 を達成した。川上哲春は投手でプロ入りした。 川上哲治は打撃の神様と呼ばれ、全盛期はボールが止まって見えた。